初日キングドリーム4号艇の桐生純平選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。前見日の感触で言えることちょっと教えてもらいたいんですけども。そうですね、あの一人で乗った感じは悪くないかなと思ってます。はい、まあ、これ実際、レースで足合わせた時にどうなるかっていうのはまたやってみて。そうですね、はい、うん、で今日の段階でやっておきたいことっていうのは出てきましたか。いやうーん、特に遠いない、はい、うん、じゃあ、まあ、実際走ってみてっていう感じ。まあ明日の気温に、プロペラ微調整ぐらいですね、うん、はい、ちょっと風吹いてましたけども、スタートの感じは。スタートはここ最近にないぐらい届かないですね。届かない感じ。はあ、だいぶ突っ込んでもフライングしてないんで、ちょっとこの風だとややこしいなとは思いますけど。そうですか、はいはい、さあ、4号艇のドリームです。一言お願いします。はい、精一杯走ります。